はい、どうもダナタです、タワーバトル面白そうだフロア5行きましょう、今回はこの2体いきます、まずチョコラータとセッコでいきます。これもうちょっと多分火力上げた方がいいのかもしれないんで、ちょっと装備変えますね。で、火力をちょっと上げたいので、決意でもいいっちゃいいけど、ちょっとね、チョコとセッコが死なれると困るので、これにして、で、寂しい、まあこれじゃなくてもいいかな。でこいつを取り込む肉体にしましょう。これで、これちょっとやってみましょう。さあ実際どんな感じになるのか分かりませんが、前のテクバの時はこのタイプでいけたはずなので、まあ基本はね、多分これで一発でホームレフだね。はい。はい、では、ここも CS を放り込みます。ではラウンド2ですね。まあ、多分ここもやることは一緒ですね。スタンドのパワーを全開だ。最高に入ってやつだ。邪魔なアイテムを破壊して奪うと。で次のここのフロアで。グリーンゲーを発動させておくと、でここは CS を発動させて火力を上げておくと、最高に入ってやつだ。どんどん増援で、どんどん死んでいきます、敵が。で、こちらはこちら下に行った方がいいので、どこ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 どんと、はい、リオンを粉砕、これもこっちに鍛えてくれるので粉砕と。最後はディアの CS でホームで問題ないでしょう。最
ょっとアイテム邪魔なんで、テクノね全部壊していきましょう。こいつだった。最終フロアですね。はい、ここはディオの私有と放っておきます。はい、多分倒せるはずです。マライアン、この移動だけで倒す感じですかね。はい、ジョータロの天コンボが来てるの大丈夫かな。最高に入ってやつだ。はい、どうも。これで終わりですね。スタンドのパワー全開だ。最高に入ってやつだ。はい、ズゴンと。いい感じですね。フロア、ボア。あっという間に終わりました。まあ、マネシボーイのところをしっかり戦えば、特に問題がないんじゃなかろうかと思われます。はい、というわけで今回の動画は以上となります。またこの動画が良ければチャンネル登録お願いします。それでは失礼します。